今年はね、もう梅雨が遅くて、もうなんか野菜の出来もあんまり良くなくて、やっとなんか回復してきた感じですけどね。農業は天気次第なんで、なかなか思うように育ってくれないというか。いやでもこれ昨日収穫しなかったらもうちょっと伸びすぎちゃって、あんまり良くないんですけど、ちょっとね、ちょっと大きすぎて、丸オクラって言って普通のやつは五角か、五角のオクラなんですけど、これはね丸オクラで、大きくなっても割と柔らかいタイプなんで、こんなんでも美味しく食べれると思うんですが、それにしてもちょっと大きい。やっぱりさ、昔から農業やってたんですか？いや全然、もう僕はずっと20年ぐらいアメリカにいたんで、その時はもう生物の研究やってて、もう農業とはまあ関係ない、関係あるといえばありますけど、なんか農業っていうものはやったことがなくて、もうこっちへ移住してからですね、もう始めたのは。空心菜です。空心菜、これはね、もう夏野菜とか、なんか東南アジアとかで多いですよね。まあそうですね、ここ母親の実家なんですけど、まあね、小さい頃から夏休みとかの遊びに来てて、結構ね、山に入ったり川で遊んだり海で遊んだり、まあこれ農家だったんで、田んぼ とか畑の手伝いをしたりして、なんかええー、なーと思ってね、なんだろう、昔からこの田舎暮らしっていうのがまあ鮮明に頭に残って、なんかいつかねこんなところで住んでみたいなで、まあこんなところに住むんだったらね、なかなかまあ農業考えられるのは、まあ、農業でね生計を立てていくのがいいかなと思って、まあ昔からそういう生活はしたいなと思ってたんですけども、まあアメリカに20年いて、なんか思って自分としてやりたいことがあるんじゃないかな、できることがあるんじゃないかなと思って、急遽っていうか、まあ、突然、まあもうでもにアメリカにいてもう最後の2年ぐらいはもうなんか農業のことでいっぱいで、もう農業やるんだったらもうここの高知のね、呉に帰ってきてやろうっていうのを決めてましたね。こんな感じでいつも指令が出て、これ取ってこいって。今から取ってきたものをちょっと数を見て
今日の発想をどうしようかなということで振り分けをします。袋詰めするものはしてちょっと発送の箱詰めの準備をしていきます。日によって取れる量が違うのでなかなかその毎日のやりくりがちょっと大変ですまさかまさか農家になるとは思っていなかったのでびっくり、私が一番びっくりですが、でもまあなんか自然相手のことなのでなんていうかな、理不尽なことがあんまりないというか、ね、もう自然の猛威には自然の恵みは受けてるけど自然の猛威には勝てないので、まあ、それとともになんか暮らしていくしかないなっていう感じですね。楽しいですけど、まあ、大変でもあり楽しくもありという感じですね。農業はでも不思議で、野菜ってなんかすごい不思議やなと思って、なんかこれぐらいの種もあれば本当にこんなちっちゃい種もあって、それからね、なんかこんな実がついたり花が咲いて食べるお野菜になるっていうのなんかどうも不思議で、生命力を感じつつもすごい不思議だなと思って、それが結構毎日というか面白いかも。これモロヘイヤ、モロヘイヤ。こっちはまあさつまいもでモロヘイヤ、あとはこっちはもう終わったんでかぼちゃなんかを作ったんで、それ終わって収穫して終わって、今ソルゴっていう植物を植えてるところですね。これ土作り用にこれを育てて、これ2メートルぐらいになるんで背が、でそれをもう刈り倒して土にこう突き込んであげると土が柔らかくなるっていう、そういう土作りのための植物です。あと向こう側はもうそのソルゴを刈り倒してで叩き込んで、今秋野菜用の畑を作ってるところです。今日うね立てしようかなと準備をしています。これオカワカメと言いますね。オカワカメで、まあそう湯がいて、そうひたしっていうか、ちょっと湯がくと5秒から10秒ぐらい湯がくとワカメみたいにこうちょっとなんていうのかな、ぬるっとした食感になるんで、ポン酢とかでかけて食べると美味しい。いや結構人気でこれも。まあ、最初からそのなんか大規模農業っていうのは全然頭になくて、なんかやるんだったらね、有機で無農薬でやって、まあ、好きな野菜を育てて、で、まあね、好きなところに売っていくみたいな、そんな何て言うんだろう、浅はかな考えて始めて考えたのに、
やってたんですけど、まあね、たまたま、なんだろう、ここの母親の実家が、まあ、農家だったんで、まあ、ある程度、なんだろう、ね、農機具とか、まあ、土地もあったし、まあ、家も農家仕様だし、っていうことで、まあ、入りやすかったことは入りやすかったですよね。でもまあ、なんていうのかな、その世の中やっぱり食に関する意識っていうのがだん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 と高まってきてたんで、まあいい野菜を作れば、まあ、なんとかね、生計が立てられるんじゃないかなっていうイメージはあります、ね、ここら辺はでも露地栽培には正直向いてるところじゃなくて、で土がねやっぱり粘土質で扱いにくいんですよね、すごい。でやっぱりハウス園芸が多いですよね、これ。気候はすごいいいんですけど、やっぱり土がねあんまり露地栽培には向いてなくて、高知県はまあ大体そうなんですけど、ここら辺は特にもともと湿地だったんで、もうものすごい重粘土、粘土質がものすごい強くて、でやっぱり雨が降ったらもうドロドロになって、乾くともうカチカチになるような土地なんで、やっぱり露地栽培にはあんまり向いてないんですけど、田んぼには結構まあ適してるのかなと思いますけど、畑にはねなかなかね難しいところで、まあそうですね、土作りはねやっぱり常にやってますけど、土作りといってもやっぱりね土を変えるっていうのは本当何十年何百年かかるんで、土の質を変えるのはで、ね、やっぱりそう、今農業ができてるっていうのはまあ先人たちの何十年何百年前の努力があってこそ今農業ができてるって感じで、だからねやっぱりまあ地道にここで農業をしていく、末永く農業をしていくためにはやっぱり地道に土作りをしていかないといけないなと思って、なかなかねなかなか時間がかかるんですよ。今土作りをおろそかにすると後々ツケが回ってくるという感じですね。拓也さんがやってるような農業どういうふうに思う？いやー、これはもう体力勝負とてもじゃないけど農業はきついまあ、特にこの暑さね。お父さんはもともとこっちだよ、ね、横浜、浜っ子です、生粋の浜っ子農業は全く、今2年生ですはい2年生は、まあ、お袋と一緒になんか家庭菜園みたいなことを一緒にやってて、まあ、たまに手伝いが欲しければ連絡してやってもらってる感じです。高知へ帰ってきて、まさか農業やると思わなかったです。はい。今、畝立て、ここ全部ソルゴをやってて、あんな感じで。で、もうだいぶ背が高くなったんで、でこれを刈り倒して、耕運して、で、また秋野菜用にこう、畝立てをして置いてるところですね。これで一月ぐらい置いとくと、除草もちゃんとされるし、中の、なんていうんですか、有機物もちゃんと発酵して、次の植え付けの準備が できるんで、今それをもう早めにやってるところです。こういうのをいっぱい入れてやると、その、土の中の
微生物の餌になるんですよね、これが。ほんで、微生物がこう活発になるとやっぱり養分もいっぱい出てくるし、で、微生物がいっぱい活発になるとやっぱり自然に野菜が、いい野菜が出てくるっていうか感じですよね。で、まあなんか特別な肥料を入れるとかよりはやっぱりこういう有機物をどん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 入れてった方が土のためにもいいし、おいしい野菜もできますよね。だから、ね、できるだけもう畑が空いた時にはこうやって緑肥っていうんですけども、土作りのための植物を植えて育てて刈り倒して土に混ぜ込んでっていうのを繰り返すようにはしてますね。なんでまあ有機無農薬で化学肥料を使わずに野菜をまあ育ててるかっていうのは、まあね、やっぱり味が全然違う、美味しいよねっていうのは大前提あって、それはなぜかっていうと、まあ、土の中でまあ、いろんな微生物が発生して、なんていうかな、土が豊かになるというか土地が豊かになる。でもそこもね、小さな微生物の世界で、そこはそこで循環していて、でそれがまあ大きなサイクルになると野菜作りに関わってきていて、なんかもう全部がもうそのね、循環してるっていうのがすごく大きいなと思ってますね。農業って言ったら植物をこう育てる仕事って思ってることの方が結構いると思うんですけど、実は農業っていうのは微生物を育てる、土の中の微生物を育てるっていう仕事なんですよね、本来は。で、まあイメージとしてはその、まあ、堆肥も含めていろんな有機物、野菜くずとか雑草とか堆肥とかそんなのも混ぜてあげると、こう土の中の微生物がこうそれを餌にどん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 増えて活発になるん で微生物がこう活発になると養分もいっぱいこう土の中に回って、自然とこう野菜ができるというイメージです。今力を入れてるのはそのカツオ堆肥っていうのを作ってまして、まあそれもまあ循環の一環として、その呉の町っていうのはね、カツオの町で知られてるので、カツオのアラとか、まあ、魚のアラがいっぱい出るわけで、まあ、なんとかそれをね有効利用して地域で循環して、まあ、堆肥、そのアラを堆肥化して畑に使って野菜を作って、また自分たちとか、まあね、地域の人にで消費できれば、まあね、もうちょっと大きなこうサイクルができるかなと思って、それは力を入れてるところですよね。ね、呉の町はやっぱりカツオの町なんで、まあできるだけ地元にあるものを再利用して、ね、畑に還元できればいいかなと思って。で、町で出た、地元で出たものを堆肥にして、それで野菜を作って、またその野菜を地元に返すっていう、そういう循環ができたら、ね、いいかなと思って。魚の骨も残ってますけどね。結構ボロボロになる状態ですよね。美しきかな、こんなに。骨もこんな感じで。堆肥にあったっていうのは元々あるんですか？元々は僕のおばあちゃんが始めたことで、魚そう、元々は呉の町でカツオ祭りあるんですけど、それで何トンぐらいかな、2トン
2トンぐらいの穴かな。そう、穴はそんなないと思う。1トンぐらいか、うん、まあ、結構軽トラ2杯分ぐらいの穴が出るんで、まあ町の方からなんかそれを引き取ってくれないかっていう話があって、まあそれからこう堆肥化して堆肥化するっていうことを始めたらしいんですけど、まあおばあちゃんはもともといちご農家だったんで、それで堆肥を作ってそれをいちごの畑に使ってたっていうのが始まりました。だからまあカツオ堆肥のおかげかどうかわかんないですけど、そのいちごはやっぱりすごい甘くて美味しかったですね、うん。ねえ、もう一回ちょっとね、こんなイチゴを再現してみたいっていうのね、なんかね、だからそんなんも中土佐町にはやっぱりイチゴ農家がいるんで、こんな堆肥をやっぱり還元してイチゴ農家さんにもこう配ってね、またそんなイチゴができればいいよね。地域でこう回していくみたいな、うん、そんな取り組みを妄想してやっぱりこう田舎暮らしっていうのが基本にあって、でその田舎暮らしの一つ、まあ、重要な要素として農業をやってるっていうのはありますよね。だからまあそのここの土地を利用して土を使って野菜を育てて、それを、まあ、自分たちが食べて、まあ、お客さんにも送るんですけど、でまあまあそうですね、目指してるところは自給自足っていうか、そういうところが大きいかな。まあなんか農業、さっき言ってたみたいに仕事は仕事なんですけど、基本まあどう生活していくかっていうのが結構ベースにあって、だからまあ地下水を汲み上げてというかね、地下水でこう生活してみたりとか、蜂を飼ってみたり鶏を飼ってみたりで、まあそのお野菜もそうだし、あとは薪を夏に木を切って乾かして、冬はそれで薪で生活をしたりとか、まあね、今のそのライフラインはもちろん必要だし、ね、ありがたいけれども、まあそれに頼らなるべく頼らず、こう自然の中で生かされてるみたいな生活が多分楽しい、ね。まあ、その一環で多分農業っていう仕事があって、まあ、その自然のそのサイクルとか循環とかがベースにあるから、農業も多分そういうやり方っていうのが、アイデアもいろいろ湧いてくるし、もっとこうしたらいいんじゃないかっていうのもあるし、そうだから なんだろう、人間がこうやっぱり農業をやっていくっていうのは、人間がこう生活していくためにやってるけれども、その自然界のこう何ていうのかな、サイクルの中にこうはめ込む、なんか自分たちがこうコントロールするんじゃなくて、その自然界で回ってる、自然に回ってるのの中にこううまいことこう潜り込んで、その周りの自然を利用するみたいな、そんなねイメージでやってますよね。だからまあね、人間っていうのはこの自然のプレイヤーがいっぱいいる中の一つに過ぎないっていうか、だからまあもちろんね、トラクター使ったりいろんなものを使ってこう農業をするけれども、なるべくこう自然のサイクルを崩さないように、なんだろう、その自然のいいものをこう自分たちに取り込むみたいな、そういうイメージで。
んでした。よくやるんですか。え？よくやります。夏はね。たまにやるわね。よくやろうや。なんかこうね、汗かいて海に入ってそのまま帰ってきたわ。ね、最高や。こんな風にして暮らすとはね、思っても見なかったです。でもなんていうか小児お中、うん、なんかまあ、ね、仕事はそれぞれ楽しいけど、まあなんか自然と共に生きるのが一番大変やけど楽しいし、ね、こうやって海も入れるし川も近いし、なんかストレスがないと言ったら嘘やけど、ね、自然と共にが一番いいと思います。最高。